白いくん TV の朗報のやつですね。ちょっと戦隊っぽいじゃないですか。いいですね。家の鍵、部屋の鍵、別荘の鍵、車の鍵って、ね、ちゃんと、ね、欲しいな別荘。いっくん TV ご覧の皆様、いらっしゃいませ、伊藤一郎です。本日は前回ちらっとお話ししたんですけれども、ビレッジヴァンガードさんとコラボで、私のねグッズを出していただけることになったんですが、サンプルが今手元に届いたので、そちらをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。ということで、うわー、これ今ね段ボールにいっぱい入ってるんですけど、じゃん、Bluetooth イヤホンですね。もう最近はね、もう欠かせないというか、かなりの普及率だと思うんですけど、ケースがね、はいはい、うん、ここにいますね、ワンポイントで私が。あ、いいじゃないですか、ホワイト。光ってます、はい、使えるかな。じゃあはいはいはい、おうん、操作感が快適ですね。はい、あ、このサイズ違いのパッドも入っててすぐ使えるようになってます。はい、こちらが7000円ですね。はい、こうなくさないようにね、ケースに入れると。続きまして、ちょっとね、Bluetooth スピーカーガン来ましたよ。これ裏面にもロゴが入ってます、はい、どんな感じだ。あ、これはね、持ち歩きにほどほどの軽さでいいですね。もう軽い、ちゃんとキャリング、なんていうの、ポーチみたいのも入ってますね。はい、繋いでみました。ちょっと、ああ、ボリューム、はい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 、あ、やべ。いろいろね、こうリモコン効果もありますね。このサイズ感が可愛らしくていいですね。裏もいいよね。はい、こちらお値段7500円。はい、はい、続きまして、ここでレザーのエアポッツケースですね。どれどれ、あ、いい感じですよ、はいはい、あ、結構やっぱちゃんとしっかりしてるんだ、すごいな。このモノトーンな感じが結構いいですね。じゃあ1500円です、はい、続いてアクリルキーホルダーですね。はい、可愛らしい感じですね。いいですね、はい、鍵をなくさないようにね。
チャームとしてもお使いいただけます、はい、こちらが1個700円でございます、はい、3パターン、はい、続きましてアクリルスタンド。アクリル系のやつは本当にたくさん見かけますよね、いろんなグッズで。こちら2パターンですね、はい、写真撮りましたね。あ、このスタンドもいいじゃないですか。いつくん TV のこのロゴが、はい、でん、これなんかね、24時間駆けつける系のスタイリングになってますけど、もうワンパターンは、あ、ギター持ってるやつね、はい、なんか存在感が軽いですね、こう一応ね、ギター持ってますけど、はい、これなんかこう的にもなると思うんでね、当たったみたいな。こちらが、1500円ですね。この玄関とかね、魔除けにもなるかもしれないんでね、ぜひね、よろしくお願いしますよ。次はキーケース。こちらもね、2バリエーション、はい、あ、なんか想像よりしっかりしてる、うん、お、あ、いいっすね、うん、こちらはイックン TV のロゴのやつですね。ちょっと戦隊っぽいじゃないですか。いいっすね、はい、はい、ね、家の鍵、部屋の鍵、別荘の鍵、車の鍵って、ね、ちゃんとね、欲しいな別荘。あ、このはめたよ、解除したよっていうのがね、しっかり手応えがあるパターンになってますね、はい、こちらがそれぞれ2500円です、はい、すごい机が埋まりそうだよ。もうはい、こちらイックン TV ステッカーです、はい、これ3パターンですね。このキラキラステッカーです。キラキラしてますね。どこ貼ろうかな、うん、エフェクターボードかな、うん、こちら各500円になっております。シャワーサンダル。シャワーサンダルはオレンジだ。こちらも3バリエーションを作ったんですけど、一番大きいのが29センチ。自転車乗ってますね、あ、しっかりしてますね、はい、29。ちょっと匂いを嗅いでみます。新品のビニールっていうか、プラスチックとビニールの混ざった匂い、あ、いいですね。これはね、各自それぞれ購入した方がね、こう匂いは育てていただいて、はい、あ、柔らかさも程よいですね、はい、シャワーサンダルということで、あの素足にこう負荷がない感じになってますね。このギター抱えてるのが27センチですね、はい、うん、間違いない。一番小さいのが24センチになってます、うん、同じ匂いだ、うん、こちらが、各種それぞれ3000円になってますね。これからの季節に、はい、色がいいですね。
はい、続きましてステッカー。ステッカーあるね、はい、ステッカーもね3パターンですね。あ、これはもう間違いなく携帯とかね、これ一押しです。400円、はい、バックハンガー、どこだ、これだ。こちらも3パターンなんですけど、どれどれどれ、あ、はい、スムーズですね、はい、ここはちょっと抵抗、滑りにくい感じになってまして、ここにこうバッグをね引っ掛けていただくと、はい、やっぱねバッグを地面に置くとか極端に嫌う人とかいらっしゃるじゃないですか、まあ、そういう方はね必需品ですよね、はい、形がねスマートでかっこいいですね、はい、こちらは800円になってます、はい、続きましてステンレスマグ、これかな、はい、あ、これだ、はい、あ、いいじゃないですか、軽い、この分かりますかね、透明感のあるプリントっていうんですかね、印刷っていう、これからの季節冷たいもん入れるとねひんやりして非常にいいと思いますよ。これやっぱね氷を8個入れて、100% のメロンジュースですかね、寝起きに、はい、氷8個がポイントですね。カランカラーンっていう音が結構ね多分ね綺麗だと思う、うん、ぜひやってみてください、はい、4500円、はい、続きまして、折りたたみチェア、これ楽しみだったんですよ。これだな、これだな、これだよね、うん、このほら撮影三脚のような形してますけれども、よっ、あ、これで重さでそのまま安定するっていうパターンですね。あー、しっかりしてる、結構、うん、ここにロゴがありますけど、このねお尻の大きい私みたいな大人が座っても全然大丈夫でした、はい、畳めるっていうのがいいですよね。こちらが2500円です、はい、はい、ビニールポーチ、わあ、これほら透明感のあるというより透明ね。あ、こちら2800円なんですけど、結構想像してたよりすっごいしっかりしたやつが、これいいっすね、はい、やっぱ小分けできるポーチはね、なんかバッグの中とか、なんか旅行行く時とかね、もしね小物の整理大活躍すると思いますんで、僕はこれやっぱね、パスポートと保険証、これね入れとくと、あ、保険証どこだっけ、あそこだな、すぐ分かります、透明、はい、2800円、はい、続きましてフェイスタオル、どうすかこのビビッドなカラーリング、これからの季節使いでありますよね、こっちだよみたいな、こっちです、すぐ分かりますねあ、この光沢
がちょっとありますね。持ってね。もう一パターンはサムズアップしてますよ。はい。これね、私枕にこう敷いてこうやってね、寝苦しい夏を乗り切りたいと思いますね。こちら3200円ですね。はい、きた。モーテルキーホルダーっていう名称ですね。はい、ホテルとか旅館でこうキーいただくとこんな感じなのかな。はい、これなんかホビーっぽいやっぱ色合いでポップですね。うん、これはなくさないですね。鍵、この配色結構いいじゃないですか。ネイビー、こちらが1個900円になっております。はい、はい、続きましてラバーコインケース。おお、こちらもね3パターンありますが、このね触り心地がとにかく好きなんですよね、私この。ちょっと匂いを、あ、新品ですね。はい、これいくら分ぐらい入るかな。この形じゃお金落ちちゃうじゃんと思うんだけど、不思議と落ちないんですよね。はい、ぜひ手に取ってみてください。このブルーいいですね。はい、こちら1200円になってます。はい、続きましてこの爪切り栓抜きなんじゃそりゃっていう感じなんですけど、ここにいっくん TV のロゴがありまして、あ、こうかこうか、爪切りのね、栓抜きを使うときはこのプラスチックのグリップを外して、チュッポッ、うまいっていう季節ですよね。この爪切りとね栓抜きを一緒にするっていうねアイデアがねすごいですよね。はい、こちら1200円になってます。はい、続きまして、いっくん TV 貯金箱、これ缶ですね。あ、いいじゃないですか。たまるかな。じゃあ私もこれを機にね、ちょっとコインを貯金してみたいと思います。はい、こちら2000円です。最後かな、いっくん TV 3周年書いてありますよ。3周年、祝3周年マスですね。こちらねカラーリングが赤と白でこうなんかめでたい感じっていうんですかね。はい、なかなか最近マスでねお酒をいただく機会も少なくなってきたんですけど、ちょっとどうですか。こちら1800円でございます。はい、いやーやっぱりこうサンプルいただいたんですけど、どれもやっぱりクオリティが想像以上に高くてびっくりしてますね。はい、こちらの商品が、受注期間がありまして、7月1日金曜日から7月18日月曜日まで受注期間が今のところ決まっております。3周年を記念してですね、ぜひとも手に取っていただきたいと。はい、
4月1日から7月18日まで受注しておりますので、ぜひともよろしくお願いいたしますよ。いや嬉しいな。はい、今回はヴィレッジヴァンガードさんとコラボしたいっくん TV グッズをですね、ご紹介いたしました。ぜひともよろしくお願いします。こう焚き火にはベストな高さ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。